ふわたけ駅は、太陽国の首都バンコクと、ラートクラバン区にある、大国有鉄道東本線の駅である。東駅から、ラートクラバン内陸コンテナデポ駅への貨物線が、分岐する。旅客列車は、フワランポーン駅とチャチューンサオ駅方面との間の、直通列車が1日上下各10から12本、程度あたり駅に停車していた。2010年からは、 エアポートレールリンクの開業に伴い、同線に接続する、ラートクラバン駅東駅間の通勤用区間列車も、朝夕各に往復運転されている。ラートクラバン内陸コンテナデポは、輸出入コンテナ貨物取扱いのバンコク港からの移転を促進し、バンコク港のある、クローントゥイクの交通渋滞を緩和する目的で、ラートクラバン工業団地内に、 大国鉄により建設されたもので、1996年4月から、共用が開始された。ラートクラバン内陸コンテナデポ駅からは、当駅を開始東線、サッタヒープ市線経由で、レムチャバン港との間で1日あたり10往復前後の、コンテナ貨物列車が運行されているほか、東線、南本線を経由して、マレー鉄道へ直通し、 クアラルンプール近郊のクラン港との間を結ぶ国際コンテナ列車も運行されている。これらの輸送力増強を図るため、東本線のフワマーク駅からチャチューンサオ駅までの区間は、1994年から2004年にかけての改良工事で参戦化されており、引き続きチャチューンサオ駅レムチャバン交換の複線化も進められ、完成した。 1908年1月24日、東駅付近を含む大国鉄東本線第1基区間、クルンテープ駅茶中草を間が開通。ふわたけ駅構内端式及び、島式一面の複合型ホーム二面三線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。